こんばんは。今日は寒いです。なんか YouTube で見たんですけど、韓国人は最初にご飯食べたって聞くらしいんですけど、なんか日本人はよく天気の話をするんだって。 韓国の人たちは「パプもごちそう」って、ご飯食べたかっていうのが結構定型文らしいんですけど、なんかそれがイコール「元気かい?」みたいな、「体調どう?状態どう?」みたいな感じで聞くらしいんですけど、なんか日本人はなんか 天気の話をするって、最初に「今日寒いですね」とか、「今日めちゃくちゃ天気いいですね」とか、「今日あったかいですね」、「昨日よりあったかいですよね」とか が日本と日本あるあるらしい。でもなんか言われて、なんかそのショート動画みたいなやつを見たんですけど、なんかそれ言われて気づいた、確かにと思って。文化の違いですよね。でもさ、なんか別に上辺だけじゃなくてもさ、普通に家族との話でもするんよね、私。なんか今日寒かったとか、今日めっちゃ晴れとって、なんか洗濯物が乾きやすかったとか、全然なんか仲良くない人っていうか、そんなに喋ったことない人以外でも、友達とか家族とか、こう親しい人たちの間でも、なんか今日そんな寒くなかったっけ、めっちゃ薄着で来たとか言うから、ジャケット着ずに外出たとか言うから、日本人は天気の話が好きなんですよ。 DNA に、遺伝子に組み込まれてる。こんばんは、せいちゃん、チェリさん、ひひさん、きよさん、かずひこさん、つぐさん、むさん、ギフトありがとうございます。ハイキーさん、くまちゃんありがとう。すぎゅんさん、鈴木一郎さん、バラちゃん、しんしんしんくん、ホタテ屋さん、ジャボテンさん、ソリオさん、ブンちゃん、ギフトありがとうございます。ハイキーさん、鏡餅ありがとうございます。ヤスさん、ダイソンさん、ウミガメさん、ザンタクさん、カラさん、星の鼓動は愛さん、ソリオさん、カンさん、ヨッシーさん、エムさん、サルトビニザヤモンさん、レンタルキャットさん、ダースーさん、リョウヘイさん、アイスレモンさん、ジャボテンさん、ギフトありがとう。がんばりさん、うりんちゃん、こうたさん、はまやごうごうさん、ちんちょうげさん、ギフトありがとう。バオバブさん、ありがとう。ひろふみさん、さったん、おじさんぼマスターさん、からさん、高野の高さん、ギフトありがとうございます。
今日ね親子丼買って帰ったんですよ。でも自分で作る親子丼と買って帰ってきた親子丼ってちょっと違う。当たり前だけど自分で作るから当たり前なんですけどちょっと違うんですよね。だからなんか薬っぽい味、なんて言うんだろう、防腐剤、なんか薬っぽい味がして、やっぱ自分で作るに越したことないなって思いました。添加物の味、多分そうなんだろうね。腐らないようにするとか、なんかいろいろ入ってるってことですよね。自分で作った方がいいな。ジョンドーさん、モンブランさん、ヘリアンさん、ココホルさん、わーちゃん、カタカナのタカさん、ゲストありがとうございます。なんかさ、カレーもそうじゃない？レトルトのカレーってさ、ちょっとさ、なんかこう後に残るこう薬の味が、添加物の味がさ、なんかするよね。食べた時になんかふんってこう、なんだろう、こうなんか残らないレトルトのカレーとかさ、結構わかりやすくない？美味しいんだけど、美味しいんだけど、なんかちょっとだけ残る気がするんだよね。あの感じなんだろうね。人工甘味料ってやつか。独特の味がそうするんですよ。こんばんは。まあレトルトカレーそんな食べないんだけどねそんな食べないんだけど、こんばんは。まあね、メーカーによるよね。アイコジ1月スタートのアニメ見てますか？見てない。何が始まってますか？ドラマも知らない。こんばんは。キングダム？パンちゃん、スパイファミリーの映画見てきた。あ、それ知ってます。それはもう入荷済み、入手済み。その情報は、1月はドラマはこれから始まる。あ、そうなんだ。全然わかんない。何が始まるんですか？
ジャズ完売した。あ、そうなんだ。やったね。こんばんは。盾の勇者っていうアニメが始まるんですか？知らないな。ジャズコンサートは配信もある。そうなんですよ、ジャズ配信することが決定したので、広島に来られない方も遠くからぜひ見てください。見れます。今年も会場に行けないけど見たいっていう方は配信があるそうなので、ぜひそちらでチケットを買ってみてください。こんばんは。りんごさん、あけおめギフトありがとうございます。まあ配信だったらね、そうなんだよね、アフタートークつかない。でもさ、ジャズコンサートすごいみんなに好評で人気なので、すごい嬉しいです。今年もやるよってやった時に、やるのか、ついにやるのか、嬉しいっていう声がねたくさんあったので嬉しいですね。まだね練習始まってないんだよね、まあ、これから始まるんですけど。あとなんかイベントが決まりました。16日だったと思う。ジャパンアイドルフェスティバル、招き猫さんプレゼンツのフェスですかね。久しぶりにフェス、アイドルフェスに出演させていただきます。16人だったはず。1月16日火曜日。まだタイムテーブル出てないんですけど、また多分出ると思うんですけど、1月16日火曜日に東京でジャパンアイドルフェスティバルに出演しますので、お時間がある方、会場近いかもって方はぜひ来てください。フェスがね今年初めてで、しかも結構久しぶりなんですよね。楽しみです。ゼップダイバーシティだったよね会場。あ、タイムテーブル出てた？そうなんだ。テイラーの雰囲気って何？テイラーの雰囲気って何？誰？テイラーって。ちょっと見てみるね。ジャパンアイドルです。あ、これだ。
うん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 。あ、STU は19時5分から19時35分ですね。ジャパンアイドルフェスティバル2024年1月16日火曜日タイムテーブル。 STU48 はネコプラピックスさんの後に19時5分から19時35分で、あ、その後に NMB さんが出るんですね。この日は NMB さんが48グループでは一緒になりますね。うん。楽しみですね。NMB さん、ナンバの方には友達がいないな。なんかグループの垣根を越えた交流っていうのがやっぱり全国握手会とか経験したことないし、他のお仕事で一緒になることがないので、でもこれを機会に何をするってなっても難しいんですよね、意外と。なんかその同じお仕事で一緒に、なんか例えば舞台でお仕事するとか、一緒になんか作品を作り上げるとか、なんかのコンサートで一緒にステージに立つとか、なんかそういうのがさあったらさ結構仲良くなりやすいんだけど、難しい。一緒に写真を撮るっていうだけでも、まあ、一つの手だけど、なんかコミュニケーションをそこでちょっとずつ、なんか久しぶりに会ってたまに写真を撮ってってやるよりかは、なんか一個のことに時間をかけて、なんか一緒になんか仲を深めるっていうのがさ、なんか一番仲良くなりやすいよね。こんばんは。私はこんばんは、アイコジ MBTI 何タイプ、私ですか、私何だったっけ、こないだまたやったんだよね、でも変わんなかった。寒いとこから暖かいとこ来たら眠くなるね。眠くなるっていうか、私いつも眠いけど。てて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 、こんばんは。てて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 て。こんにちは。チャヌン。
サイコラゴ합니다私ね、なんかね、疲れてるっていうよりかはね、なんて言ったらいいんでしょう、なんて言ったらいいんだろう、情熱、なんか集中する瞬間が一瞬なんですよね。なんかそこにバーって集中するのが一瞬すぎて、多分それ以外集中してない時はもう眠いんですよ集中してる時は眠くないはぁって頑張ってるんですけど、短期集中型ですね。じゃあ本当にね、長期集中できないんだよね。そう、そうなんです。短期集中型です。そうなんです。もう私ね、長いことなんかするの本当に苦手。なんかもう本当にね集中力なさすぎてでもちゃんとお仕事で集中しないといけないときはもうめっちゃ頑張ってる。我慢してる。って力をためて集中してます。でも本とか読書とかは自分の興味のあることだったらめっちゃ夢中になるかな。もう本当に興味のないことだったらもう本とかも読めないねだから私ね、もう本当に長いお仕事とかがもうね、あれなんですよ。スイッチをオフにするタイミングをもう自分の中で探しに探しまくってやってます。オンオフがもう本当に激しくて、結構ずっと長いロケがある時とかはもう一瞬の休憩時間にもう全部一旦電源を切ります。バンってでまた再開しますよってなった時はもう一気に電源をパチンってバンってつけてまた集中する。結構極端です。皆さんの MBTI は何ですか？そうだ、何だったかを見たいんだった。でもね、私コロコロ変わってるんだよね、結構。てか MBTI の話さ、なんか何回かしたことあるよね。らしくらしくない。
パンパンパンパパ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 パてかなんかね、このね、MBTI 診断よりもね、心理機能診断みたいなのがね、正確らしいよ。ちょっと MBTI 診断のことを知らない人のために説明すると、無料性格診断テストなんですよ。結構、もう今、主流というか、血液型の次に言われるやつですね。MBTI 何みたいな、その16タイプあるんですよ。血液型が4タイプあるじゃないですか。でもこの MBTI は100問ぐらい答えるのかな、こう答えて、でそれがまあ16タイプに分けられるんですけど、まあ、これが結構こう社会で、社会とか人間関係とか、そのお仕事をそういうのに役立つらしくって、うん、なんか結構最近の人たちは、私も一応最近の人たちなんだけど何 MBTI 何っていう会話がないこともないですね。まあ血液型の新しいやつみたいな感じなのかな。血液型は血液だけど、質問長いよね。でなんかね、これのね、他にね、何だったっけ、どのサイトだったっけ、心理機能診断、これの方が正確だよみたいなのを見たことがある。いやね、問題がね、難しいんですよね、これ。よくわかんない、意味が。こんばんは。この三つ編みは自分でやってないよ。メイクさんにやってもらった。かわいい、ありがとう、かわいいって言ってもらえたらテンション上がるよ。愛こじの三つ編みファンです。あら、難しいんですよ。各4つの中から最も当てはまるものを選択してください。今から私がやろうとしてるのは心理機能診断ってやつです。この診断テストは内向的感情、外向的感情、内向的思考、外向的思考、内向的感覚、外向的感覚、内向的直感、外向的直感の強さを測るものです。各機能の詳細は最下部に記載してある心理機能の解説をご覧ください。なんかもういっぱいあって、嫌だ、答えたくないめんどくさい難しい、もうやめよう、言いたくない。それならなんか MBTI の方がまだ優しいかも。
トゥ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 、ボブさん、あきおめギフトありがとう。うりんちゃん、銀色金魚さん、アヒルさん、古高さん、せいちゃん、みきやくん、こうたさん、ウミガメさん、ギフトありがとうございます。カタカナタカさん、ガモーさん、うりんちゃん、あいたかさん、まさきさん、ギフトありがとう。今日の服、今日の服は、どこかで見れると思います。はい、それだけ言っておきます。まだ秘密。ボブさん、東京1068さん、ギフトありがとう。楽しみ。ちょっと待って、 MBTI 診断をじゃあ時間があるからしようかな。おみかんさん、ゲットありがとう。なんかね、時計の場所を変えたらね、すごい見にくくなって、なんか時計の場所もういいや。後で変えよう。そう、あのね、腕時計したい。腕時計欲しい。じゃあいいよ。誰にも頼まれてないけど MBTI 診断しますね、またこれね。結構何回もやってるくない？3回目ぐらいやってるかも。でも今日でもうちょっとはっきりしたい、はっきりさせたい。無料性格診断テスト。自分の性格タイプを明らかにするため、ありのままの自分で正確に回答してください。自分の性格タイプが人生の多くの分野にどのような影響を与えるかを学びましょう。オプションのプレミアム教材なら、なりたい自分に成長できます。何の話これ、何のこと。定期的に新しい友達を作る、同意しない。さまざまな面白そうな事柄について探求するために多くの空き時間を費やす。あ、費やす、同意する。他の人が泣いているのを見るとすぐに自分も泣きたくなる。あー、すぐにではない。まあ、でも気持ちはわかるから2番目ぐらいにしとこう。代替案を考えることが多い。卒業式で泣かないと冷たい人と言われそう。代替そうやんな。代替案を考えることが多いっす。
何これどういうこと、もういつも私これ分からんくなる。大体やな大体やん、大体やな大体やん、代わり代わりの代わり代わりの代わりを考える機会って何。プラン B の B ダッシュ案、代わりの案なのにその代わりの案、ダメだった時のさらにダメだった時、いや代替案で止まりだな、だから同意しないかな、同意しない。大きなプレッシャーがあっても通常冷静でいられる。あ待って、でも私さあれじゃない、ソロイベントのソロイベントのさあれじゃない、これがダメだったらあれ、あれがダメだったらあれって考えてるからさ、そんなことないわ、同意する、大体大体案の大体案考えてる、じゃあ同意するな。次、大きなプレッシャーがあっても通常冷静でいられる、いやそんなことない。社交の場では自ら進んで新しい人に挨拶しに行くことはほとんどなく、すでに知っている人と話すことが多い。あー、でもこれ時と場合によるんだよね。なんか今日ちょっと調子悪いかもって思ったらおとなしく仲いい人と喋るし、あ今日ちょっと頑張ろうって時はなんかいろんな人、いろんななんかその撮影現場とかだったら撮影の人とこんにちはってやってるし、なんか状況によるな。みんなはどうですか。時と場合によるの全部そう確かにでも私ね本当に自分の気持ちと体調次第なんだよね、頑張る頑張らない。でもねすでに知ってる人と話すことが多いからこれは同意しないかな。ねもうちょっとめんどくさくなってきた、やめようかな長いよやっぱり。たとえ世界が辛くても夢があるでしょ、いろいろと君に見たみんなの色、人参の樹液、ゴールが遠い、あれもう時間があるからやってもいいよって言い始めたの自分だし、やるか。一つのプロジェクトを完全に終わらせてから次のプロジェクトを始めるのが好き。なんかこれ前もやったよね、何これ、なんか前もやったよ。一つのプロジェクトを完全に終わらせた、アプロチャブタかけてってってるチャチャラチャ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 、あんま
まり考え込まず直感で選ぶといいかもです。わかった、じゃあちょっと直感でやっていくね。いくよ。一つのプロジェクトが完全に終わってから直感を大事に。一個終わらしてまた次に行くってことでしょ。一つのこと、え、もう直感じゃない。一つのプロジェクトって例えば何？何のこと？何の話？あ、でも確かにそうかも。同時進行ちょっと苦手だから同意する。自分はとても感傷的だ。 Yes、 いいよいいよ。予定表やリストなどの整理管理ツールを使うのが好き。あー、まあちょっとだけ。些細なことでも間違えると自分の能力と知識全般を疑ってしまう。同意しない。自分が興味のある人のところにいて話しかけるのは簡単。興味のある人のところにいて話しかけるのは簡単。でもさ、これも時と場合によるよね。なんかさ、自分が興味のある人のところに行って話しかける、だってさ、その興味のある人がさ、なんかさ、例えばなんか忙しくしてなさそうだったらさ、結構あ、今行けるみたいな。なんか物理的に行けなさそうだったら、なんかそれを乗り越えて垣根を越えて話しかけに行けるのかっていう話ですか。深く考えちゃダメ。わかった。でも緊張する、ドキドキするから同意しないかも。多分もうめっちゃ可愛いあの女の子とかいたらもう変な汗出るし簡単じゃないかも。クリエイティブな作品のいろいろな解釈や分析の仕方についての議論には興味がない。いや、そんなことない。同意しない。まだ 20% なんだけど、もういいかも。自分の心より自分の頭に従うことが多い。いや、自分の心。日々のルーティンを決めるのではなく、いつもその時に自分がしたいことをするのが、え、待って、さっきの質問。自分の心より自分の頭に、いや、いいんだ、いいのか。いつもその時に自分がしたいことをするのが好き。あー、はい。会う人に好印象を残すかどうかはほとんど気にしない。ほとんど気にしない。いや、ちょっと気にする。グループで何かをするのが好き。グループの規模って 3,4 人？ 20 人？10人？グループで何かをするのが好き。みんなで一致団結するのが好きってこと？ MBTI やってる。そうです、性格診断をやってます。
何そんな細かく考えなくていい、 3,4 人でもグループ、これも直感で、でも何か作業するときはなんかめっちゃ自分の世界に入るから、うん、一人の方がいいかも。同意しない。結末を自由に解釈できる本や映画が好き。結末を自由に解釈できる本、ああふわっとしてるか。いやあんまり好きじゃないな。ああでもどうだろう、好きでも好きかどうかって言ったらそこまで。こんばんは。自分が何かをやり遂げるより周りの人が何かをやり遂げるのを応援することで幸せを感じる。なんか質問の内容が頭に入ってこない。自分が何かをやり遂げるより周りの人が何かを、自分が何かを達成する、自分が何かを達成するより周りの人が何かをやり遂げるのを応援することで幸せを感じる。でもどっちもある。自分が達成してイエーイって時もあるし、周りの人が何かをやっ、あでもなんか自分が達成してわーいって なったらなんか燃え尽き症候群でなんか怖くなるから、逆に周りの人の応援の方が好きかもしれない。周りの人の応援の方が心の底から幸せを感じるかも。なんか自分が達成して幸せを感じたら怖くなるから、周りの人の方が応援してる方が純粋に幸せを感じるかも。でも達成してでもどうなんだろう、自分の何かを達成やり遂げることは確かに幸せではあるけど、なんかそこにプラス不安がついてくるから、もうでもどっちだろう、どっちも幸せを感じる。真ん中にしとこうかな。これその幸せなんで迷うでしょう。これ迷わない人いるんですか。これえ即答なんですか。すごいですね皆さん、直感。待って、もう一緒に始めた方もう終わってるんですか。すごい。じゃあなんか一緒にみんなも MBTI 診断しましょう。迷うけど迷っちゃいけない。なんかこれね12分以内にやらなきゃいけないんですよ本当は。えすごいね。わかったわかった、直感でいくから。周りの人が何かを応援することで、分からん。何これ、やっぱ若干こっちかな。他人の幸せの方、応援の方が若干こっちかも。待って 30% 速度上げていきますね。
いろいろなことに興味がありすぎて次に 何に挑戦するか決めがたい。いや、そこまで結構興味あることは決まってる。物事が悪い方向に向かうのではないかと心配しがち。うん。複数人で何かをするときリーダー的役割は避ける。避ける。芸術的なタイプでは全然ない。いや、そんなこともない自分のこと芸術家っていうのはなんか変な話だけど、芸術的でも絵描いたりするからな。写真撮ったりするのも好きだし。全然ないわけじゃない。同意しない。人々が感情的ではなく理性に頼ればもっと良い世界になると思う。まあそれは言えてるかも。やらなければいけないことをしてからリラックスするのが好き。うん、好き。人が口論するのを見るのが好き。え、人の、ああでも好き。注目を浴びないようにしている。している。とても急に機嫌が変わることがある。ある。自分より効率が悪い人がいると我慢できない。あ、自分がやってあげるかってこと。え、なんか口論っていうか結構 YouTube でなんかあれ見るの結構好きなんですよ。そのディベート、ディベートとかなんか令和の虎、あ、そう、令和の虎とかが結構そういうの見るの好きなので、だから同意するにした。自分より効率が悪い人がいると我慢できない。何？自分より効率が悪い人がいる。あ、や、なになに。エンタメの口論はいいけど、あ、でもそれはある。結構身近だったらきついかも。身近で口論してたらもうちょっと何があったの、もうなんかそわそわするってなるけど、でも割と話意見の言い合いを聞くのは好きだから同意するかな。自分より効率が悪い人がいると我慢できないってどういう状況なんですか。明日の広島公演、東京からうちは持っていきます。あいこちゃん推しです。本当？信じるよ ズーミーさん、ギフトありがとうございます。券売機で待てない。あ自分よりもたもたしてる人？だって私の方がもたもたするもんな。だいたい私の方がもたもたしてるからな。ライラックさん、ギフトありがとうございます。
くなってきた。行列は、いや、そんなに苦手じゃないかも。券売機で詰まったり、いや、まだ飽きてないよ。50% は、待ってね、今何パーだ？あ、あともうちょっとで 50% 超える。テーマパークは待てるタイプ。待てる待てる。うん、あ、じゃあ我慢できる。だから我慢できない、我慢できない、同意しないか、できないだったら同意する。だからでき、同意しない。ギリギリさえもう 100% いきました。ギリギリ最後にやっと何かをすることが多い。イエス。死後について以前からずっと興味がある。死んだ後興味？みんな死んだ死後に対しての興味ありますか？ズーミンさん、カイザーソジさん、ウリンちゃん、ジャボテンさん、コモさん、ココフォルさん、リフトありがとう。タカシンさん、クマタカさん、クジマスさん、サンライナーさん、ジャワパンさん、ウミガメさん、マサキさん、ジョンドーさん、ギフトありがとう。超気になる。自分の死んだ後、死後以前からずっと興味がある。あ、でも死んだ後、あ、でも死んだ後興味はないです。今が大事。死んだ後ですか。自分が、何に生まれ変わるのかなとかってこと。キノコのカパパさん、ギフトありがとう。こんばんは。興味がない、めっちゃ興味がないわけじゃないからな。ちょっとだけにしとこう。ちょっとだけ同意しない。クジマスさん、ギフトありがとうございます。あ、やっと 50% に来ました。性格診断テスト。一人でいるより人と一緒にいる方が好き。いや、一人の方が好き。議論がとても理論的になると退屈に感じたり興味を失ったりする。イエス。自分とは全然違う経験をした人の気持ちを難なく理解できる。全然違う経験をしたってことは、いや、わからないから同意しない。いつもギリギリ最後まで決断を遅らせる。イエス。一度決めたらその決断を疑うことはほとんどない。でも結構迷うから、一度決めたらその決断を疑うことはほとんどない。同意しない。とても疲れる1週間を過ごした後は、賑やかな社交の場を楽しみたい。 Yes or No。 お母さんから電話が来た。
LINE だけしとこう。うん、配信中。ソリオさん、ギフトありがとうございます。使用中さん、ギフトありがとうございます。ガントチャートさん、くまちゃんありがとう。今配信中って言ったら、あ、ごめんってきた。急ぎじゃないっぽいです。とても疲れる1週間を過ごした後は賑やかな社交の場を楽しみたい。同意しない。美術館に行くのが好き。人の気持ちを理解するのは難しいとよく感じる。いや、そう、いや、どっちもあるな。別、あ、でも難しい。簡単ではないけど、簡単ではない。この辺。日々のやることリストを作るのが、日々のやることリスト作るのが好き。いや、別に好きじゃない。不安はほとんど感じない。いや感じることはある。普段電話かけないようにしている。いや、割と電話する。自分と違う考えを理解するために多くの時間を費やす。お、来ました。あと 70%。 こんばんは。あと 30%。 ついにここまで。大変ですね、これは。本当に大変。もう一生やりたくない。休憩しよう、みんなで。一緒に始めた人もう終わってる。もう20分くらい経った。よく頑張ったよ。何してるの？ MBTI 診断してます。友人間でまず誰かに連絡して何か提案するのは自分である場合が多い。提案するのは自分。ああ、うん、そうかも。うん。計画が途中で中断されたらできる限り迅速に再び軌道に乗せるのが最も重要だ。うん、まあちょっと思う。ずっと前に自分がした間違いをまだ気にしている。いや、そんなに気にしてない。
人生の意味や人間が存在する理由について考えることはほとんどない。人生の意味や人間が存在する理由について考えることはほとんどない。ほとんどないこともない。感情をコントロールするのではなく、感情にコントロールされている。 Yes。 誰かに非があっても、その人が周りに悪く思われないように私は細心の注意を払う。これなんか前も答えた記憶がある。そりゃそうだよね。2回目3回目やってたら、そりゃ1回答えたやつまた答えるよ。誰かが悪くて、めちゃくちゃ悪いことしてて、悪いことしました、罪あります、だけどその人が周りに悪く、その人悪いんやったら悪いもんな。でもその、でもそこに慈悲深いかってことか。うん？ご結婚おめでとうございます。何のこと？結婚してないんだけど。あ、罪人にも罪人にも慈悲深いかってこと？小島子さん、ご結婚されたんですか？調べてみよう。ま子さん、え、本当だ。へえ。すごい。7時間前、結構前だね。小島違いです、それは。私は多分ね、結婚できないと思います。こう、もう性格的に結婚できないと思う。誰かに非があっても、その人が周りに悪く思われないように私は細心の注意を払う。これ何回読んだらいいんだろう。これ何回読んでる？私何回読んだ？もう結構読んだよ。もういいよね。もう終わろう。ね。最新の注意を払う。悪い人がおる、でもその人が周りに悪く思われないように最新の注意を払う。その人が周りに悪く思われないように私は最新の注意を払う。ちょっとだけ気にしてあげるってことか。何その状況。ねえ、どういう状況なん？誰かに非が、誰か悪くてさ、
悪く思われないように私がちょっと細心の注意払う状況って何？どういう状況？どう教えて。めっちゃ気遣いいか否か。あうん、誰かをかばいたくなるかどうか。ああ遅刻した人はみんなで責めない。あ責めない責めない。だって私もあれだもん。どう払う払う払うでいいのかな。かばうってことでいいのか。別に責めはしないから同意するでいいか。お 80% 来た。来ました。あともうちょっとです。仕事のスタイルはきちんと着実に努力するではなく、自然発生するエネルギー爆発のエネルギー爆発の連続に近い。なあ、よろしみはるよろしみはるけよ。よろしみ能力能力能力よろしみあげすみだ。うん、自然発生するエネルギー爆発の連続に近い。エネルギー爆発の連続エネルギー爆発の仕事のスタイルは自然発生するエネルギー爆発の連続に近い。でも着実の時もあるしな。エネルギーどういうこと？自然発生するエネルギー爆発。あ、でも近いかも。これさ、分かりやすく直してほしい。仕事のスタイルはきちんと着実に努力するではなく、自然発生するエネルギー爆発の連続に近い。これどういうことか通訳して私に。この質問計画的か行き当たりばったりか。短期集中型と関係ある。あ、あるかも。あ、あ、じゃあ近い。誰かに高く評価されるとその人が自分に落胆するのにどれくらい時間がかかるか考えてしまう。考えない。ほぼいつも一人で作業する仕事につけたらいいと思う。作業？作業だったらそう思う。抽象的な哲学的問題についてじっくり考えるのは時間の無駄だと思う。いや、そんなには思わないけど、まあちょっと無駄だなとは思う。静かな隠れ家のような場所より人がたくさんいて賑やかな雰囲気の方が好き。あー、静かな隠れ家。静かな隠れ家、高崎彩子の隠れ家。人がたくさんいて賑やかな雰囲気。
あでも賑やかな雰囲気も好きだしな。どっちも好き。どっちも好きってなったら真ん中？真ん中で一目見ただけでその人の気持ちが分かる。一目見ただけで？一目見ただけでパッて見て何かを察するか。なんかこんな感じに思ってるかなっていうのはちょっとわかる。あ、なんかこれを考え、ちょっとなんかこれを考えてるんじゃないかなみたいな顔を読み、顔？表情を読むのはまあちょっとだけ気持ちはわかる。でもすぐには分かんないから、まあ、ちょっとだけにしとこう。重圧で押しつぶされそうだとよく感じる。感じない。一つ一つ順序を追って念入りにことを全うする。全うするでいいや。賛否両論と言われていることにとても興味がある。あんまりないかも。自分より他の人の方が必要としているならいいチャンスも逃す。いいチャンスなら逃さない。締め切りを守るのが苦手。いやそんなことないな。締め切り守ってる。物事はうまくいくだろうと自信がある。物事はうまくいくだろうと自信がある。自信か。このことうまくいく自信ですか。物事がうまくいくだろうと自信がある。楽天的かどうか。いやそんなに楽天的じゃない。同意しない。あ、待って結果が変わった結果が変わりました。終わった。ミヤティさんお疲れ、ギフトありがとうございます。完了した。内向型が 71%、 直感型が 61%、で感情型が 62% だって。で探索型が
51%、激動型 58%、らしい。じゃららららら。じゃらららら。なるほど。じゃあこれスクショしとこう。パパ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 パピピピピピピピパパ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 パピピ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 。その日の気分で変わりそう。確かにわかる。でもだってこれ本当にコロコロ変わるんですよ私。なんか前やった時はあの ENTP だったんですよ確か。なんか紫のやつ。前配信でやった時で、この間あの一人でやった時はINTP だったんですよ。で今こうやって配信でやってたらINFP だったんですよ。めっちゃコロコロ変わるんですよ。でもなんかずっとね INTP が続いてたんですよね。まあ、なんでもいっか。配信だとコメントに若干左右されることもあるかも。確かに配信をしながらだったらなんか結構いろいろ自分の中での選択がこうブレるから変わるのかもしれないですね。じゃあ一人でやった時の結果が正しいってこと？なんかな。じゃあ私ずっと INTP って一人でやった時はもうずっと INTP って出てきます。なんか紫のなんかポニーテールのメガネした人なんか絶対この人が出てくるんだよね。なんだっけ、論理学者になるんですよいつも。この人になる。ポッピポッピポーポッピポッピポーポッピポッピポーポッピペー。じゃあもうちょっと診断テストで疲れた。
この辺にして終わります。時間がかかった。ランキング読むよ。13位キノコのカパパさん、12位コータさん、11位ズーミンさん、10位キヨさん、9位バオバブさん、8位ソリオさん、7位ウリンちゃん、6位クジマスさん、5位カタカナのタカさん、4位ウミガメさん、3位ジャボテンさん、2位ハイキーさん、1位はガントチャートさんでした。ありがとうございました。それでは皆さんまた明日公演頑張ります。バイバーイ。